はい、河川の、インレット流れ込みに来てます。またまた定番の、猫リグで攻めていきたいと思います。まあバスっぽいのはこう見かけられない感じですね。はい、ポイント移動しました。ここは初めてのポイントですね。こうちょっと護岸があって、そこがあの川のこの真ん中付近があの深くなっている感じでして、まあ魚いるんじゃないのかなみたいな感じでちょっとやります。日差しが今強いんですけど、あの帽子忘れちゃったんで結構きついね。夏は帽子とかはちゃんと用意しておいた方がいいですね。食いましたね。あ、抜けた。抜けちゃいました。はい、バスのサイズが小さいので、ワッキーを 3.8 インチ、から 2.8 すいません、 4.8 インチから 3.8 インチに落として、狙っていきたいと思います。さっき虫系でやったんですけど、どうしても口小バスなので口が小さくてしっかり加えてくれない。だからワッキーで小さめのワームでこの真ん中をこう吸い込むような形で、捕食してもらって、それをフィッキングしたいと思います。逃げバスいますね。それでも小さい。よし、来ました来ました。はい、釣れました。今真ん中ら辺を食べたのが見れたので、食ったんだなっていうのを判断してフッキングしました。食った、よし来た。はい、釣れました。2匹目です。小バスですけどやっぱり釣れます。食いましたね。またバレた。小バスちゃんは元気があってやる気があるね。また食ってよ。よし、小さすぎますね。はい、ポイントを移動しました。ですね、さっきのポイントはちょっと小バス多くて、他の釣り人さんも来たんで、なんか釣れちゃうのかなっていうやりにくさを感じ、別のポイントに移動です。で、今日なんかね、この前ちょっと見てもらいたいんですけど、腕をね、毛虫かなんかに刺されてパンパンに腫れてて、それの影響なのか若干なんか気分が悪いんですよね。まあ釣りは楽しいですけど、ちょっとあんまり良くない感じがするというか、体に異変を感じてる鍋です。あ、食った。なんか当たったね。よっしゃ。あ、でけえ。まあまあでかい。おーっと、いいサイズヒット。あ、
抜けた。うわー、もったいねえことした。やっぱしいたね。うわー、もったいねえ。今のはまあまあ大きかったな。よっしゃー！